日本兵庫県神戸市垂水区、清原町。清原町は、兵庫県神戸市垂水区の町名。郵便番号は655-0865。平成17年10月1日現在の世帯数は406。人口は、男性586、女性602で、合計1188。下畑町中部から、東部の、スマ区。 高倉台に接する地域が造成されてきた住宅地域である。東は、須磨区高倉台、大井畑南町、南、西、北は、下畑町に接している。地盤整理済み区域である。すぐ南に、第二新名道路が通る。塩屋谷川の左岸に位置し、南北に傾斜する細長い谷合の地を造成した、後に、塩屋山手と名付けられて分譲された。 この地域は、下畑地区であるが、地形的に、スマク、高倉大と一体感を持っており、草界変更によって、スマクに地域を活用し、町名をつける案があったため、当初は、成功総大という名称も考えられていた。しかし、これは、摂津と張間の国境を変えることに等しく、下畑地区の住民から、反対意見が出たため、樽見区に留められることとなった。 1993年11月15日に、下畑町阿座朝屋、阿座池のうち地方南、阿座に谷、阿座栗の木、阿座坂口、阿座、清春咲山、阿座東間通りん山、阿座東砂山、阿座淵家城、阿座前田、阿座竜家庭などの各一部から成立した。下畑町の障子、清春咲山に由来する。この地は、日照時間の短い地形で、 工作できる作物が制限されていたところだったので、制限作り山と呼んでいたという。神戸市バスの清春町南口、清春町停留所がある。私立小中学校に通う場合、校区は以下の通りとなる。ありがとうございます。